回は、中国の歴史認識に関するウォールストリートジャーナルの記事から。要点は以下。日中戦争時に、日本と8年にわたり対峙してきたのは国民党トップの蒋介石であり、終戦後に、戦後処理について米ルーズベルト大統領、A. チャーチル首相と同じテーブルで話し合ったのは蒋介石であった。しかし現在の中国政府は、蒋介石を歴史の脇役として位置づけている。日本を破ったのは蒋介石ではなく、毛沢東と共産党軍ということにしたいのだ。中国の歴史認識には、2つの目的がある。1つは、最大のライバルである日本の戦争責任を強調することで、もう、1つは、共産党が果たした役割を底上げすること。アメリカの参戦なしには、両陣営の対日戦勝利はなかった。冷戦時は、日米を引き離すべく、戦時中の日本の行為について、一切非難をしなかった。しかし、天安門事件後は、党の正当性の後押しを反日ナショナリズムに頼った。平和国家となった日本を非難する声や韓国は例外だが、中国の軍事的台頭を歓迎する声は、中国以外からはほとんど聞こえない。カイロ会談に出席する毛沢東が登場する中国の映画、カイロ宣言のポスターは、今月になって、中国のソーシャルメディア上で、激しい非難を浴びた。なぜなら、当時の代表は蒋介石であり、毛沢東は、その場にはいなかったからだ。しかしながら、上記の映画のポスターをめぐるオンライン上の騒動は、中国の一般市民が、いかにでっち上げられた歴史に抵抗しているかを示している。これこそ、アジアが緊急に必要としている、和解へ向けた最初の一歩だ。以上になります。それでは、記事を読んだ外国人から寄せられた反応をご覧ください。海外の反応。メディアだけじゃなくて、個人レベルでもそうだよ。ホロコーストを否定しようとする人がいたりとか、他にも、そういった例はたくさんあるからね。国籍不明。歴史はいつだって書き換えられていくもんだ。今のニュースメディアを見てみろよ。アメリカ。多分、中国は、プロパガンダが一番うまい国に教えてもらったんでしょ。つまりアメリカさんとイギリスさんに。国籍不明。共産党って、終戦時は、政権の座にもついてなかったじゃん。まあ実際に日本に抵抗してはいたけど。戦勝を祝う権利があるのは、台湾だろ。アメリカ。史実を違う視点から見るのって本当に興味深いな。オーストラリア。中国は今頃新しいターゲットを探してるんだろうな。ネパール。共産党の言い分は本当に馬鹿げてる。完全に子供のそれ。マレーシア。中共はほとんど何もやってない。でも国民党の指導者たちだって日本軍を追い出すことよりも価値のないものを守ることにより集中して頼む事実。アメリカ。日本に勝ったのって実際にはアメリカ海軍だけどね。国籍不明。悲しいことではあるけど、歴史はそういうものだ。中国。アジアでの戦いに目を向けさせるためには必要だったんだろう。みんな、戦時中に、欧州や日本で起こったことは話題にするけど、中国で起こったことに関しては知らなすぎなんだよ。アメリカ。日本を唯一破ることができたのは、エノラゲーだけだろ。アメリカ。悲劇的な話ではあるけど、真実だね。アメリカ。その通り。日本の都市の 33% は空襲で焼かれていて、もう戦えるような海軍力も残ってなかったけれど。アメリカ。滑稽で馬鹿らしいことだよね。台湾。そうだな。まるでアメリカの歴史のようだ。アメリカ。どの国も、歴史の光の部分しか国民に教えないもんだよ。アメリカ。中国は共産主義の名のもとに何百万っていう自国民の命を奪った。中国国民にしてみれば共産主義は日本と同じくらい苦しみをもたらしたものだ。アメリカ。一方的に有利な見方をするのはいわば世界の常識だろ。アメリカ。中国の歴史は結局、歴史修正主義者が作った歴史さ。
国籍不明。共産党が果たした役割を底上げしてるって?笑わせないでくれ。蒋介石がやったことに比べたら、毛沢東たちの対日戦での貢献は、微々たるもんだろうに。国籍不明。皮肉なことだけど、戦時中に日本軍が奪った中国市民の命よりも、毛沢東が奪った命の方が大っぽいんだよね。アメリカ。共産党による犠牲者の方がはるかに多いよ。4000万人って推定されてるんだから。その数に勝てるのはモンゴル軍くらいでしょ。宋を攻めた時の犠牲者の数は、4000万から1億って言われてる。国籍不明。確認事項1、毛沢東は、日本軍より、多くの命を奪った。確認事項2、アメリカは、原爆を投下して、多くの一般市民の犠牲者を出したが、そのことに関して、日本に謝罪をしただろうか。確認事項3、満州に行ったことのある人間なら誰でも、日本が建設した建物が一番優れていると評価するだろう。ちょっと上げるだけでも、共産党の欺瞞がわかる。アメリカ。いやー、こういう視点で見ると、また興味深いものになるね。イギリス。中国の歴史は嘘だ。蒋介石の方が対日戦勝利に貢献した。毛沢東は、美味しいところだけ持っていきたかったんだ。アメリカ。まあ中国がプロパガンダをやめることはないでしょうね。インド。対日戦に勝利できたのは、蒋介石の働きによるところが大きい。その点に関しては、僕たちも認めなければいけない。それが真実なんだ。国連憲章の記載だと国連の常任理事国の席は、中華民国のものになってるしね。中国出身。中国が、第二次世界大戦で、重要な役割を担ったって？ソ連が、中国北部で日本軍を掃討するまで、それから、アメリカが、2発の原爆を落とすまで、当時の共産党は何もやってないじゃん。勝利を主張して、さらにスポットライトまで浴びたいの？中国のプロパガンダは歴史から作られていくんだね。ベトナム。共産党が何もやってないって？中国からは、かなり多くの死傷者が出たんだぞ。ソ連を含めて、3カ国の中で最多だ。中国。ベトナム人は、日本に勝ったなんて嘘は言わない。単に連合国が勝ったから、自主を取り戻したんだ。すべてのベトナム人そう言うだろう。歴史を歪曲して、奮戦したなんて喧伝するのは、恥ずべきことだ。中国から、多くの戦死者が出たのは、懸命に戦ったからじゃなくて、日本の方が優れた兵器と戦略を持ってたからだろう。ベトナム。死傷者の数で功績は語れないさ。よく言われてるのは、中国は、日本を泥沼に引き込んで、限られていた資源を日本に浪費させたってことだね。中国が常任理事国でいられてるのは、主に政治的な理由で、ソ連の膨張を抑える防波堤的な役割が期待されてたんだ。決して強大な国だからってわけじゃない。アメリカ。インドの方が、よっぽど勝利に貢献してるよ、インド。そんなこと言ったら、英仏だって戦勝を祝えないぞ。中国。俺たちだって、同じことをやってるように思えるけどね。もちろん、中国にじゃなくて、アメリカの都合のいいように。今ある歴史は、そうあってほしいという理想に過ぎないんだ。アメリカ。